はい、今年いくつ？26です。26歳やります。はい、キキ、なんか見えないな、決まってきた。手相ってあんまり見てもらったことない。手相ってそんなに深刻なもんじゃないかな。地中水面とか、まあ、そういうのやったら あれですけど、はい、でも神経質やね、ちょっとね、いろいろ細々と気を使うみたいですね。気遣いが多いです。はい。で、生命線がね、二重にあります。ここ、ここと、ここと、これ。ここ、右利きですか？右利きです。はい、まあ、右も左も二重。これとこれ。だから、内向的なとこと、積極的なとこと、両方持ってると思います。はい。うん、そうです。はい。で、ですね。27? 今年、そうです。はいはい。そしたら、内向的で、右を見るとね、左そうでもないけど、あ、右も左もね、なんか、はい、専門的な知識を身につけて、なんかこう、資格とか取って、なんか仕事をやっていこうかなと思う人か、やっている人か、どっちかです。あ、そうです、そうです。そうですよね。はい。はい。それで、今27やから、まだこれかな、ここからこう運命線が上がってるんですけど、はい、これは大体まあ、これからかな、なんかチャンス掴んでもっとね、なんか努力して伸ばしていこうかなというようなとこが見られます。それとこのこっちからも運命線上がってるので、はい、これは人の協力を得て、でお仕事していくっていうような感じで、今のとこは中心になってるわけではないけど、はい、頑張っていけばなんかそういう今仕事の中心にもなれるかなっていう予測です。なれるかな、今のことやからね。はい。はい、だから人の協力があるみたいなので、うん、おかげさんでという気持ち持ってたらいいと思います。はい。ね、ただし、自分というもの、個性をもっと持って、合わしすぎんようにしないと。わかりました。こう、誰にでもこう合わすと、あなたの個性がなくなっちゃうので、だすごくいい線がね、いい線がこの、ここから、この、外に出てる生命線から登ってるこの線と、それからここから出てる運命線と、これでおかげさんでっていうのが出てて、おかげさんで、で、いう場所から出てて、ここに太陽線っていうのがここから上がってるんですよ。はい。これもね、おかげさんでなんです。人の協力を得るとか。だけど自分の考えもまとまらないとっていうのは、ここちょっとね、この線一本あんの、ずっと一本あんのはもっといいんやけど、ありすぎるから、ごちゃごちゃしてるでしょ。だからもうちょっと自分の考えをしっかり一本に絞ったらいいかなっていう感じですね、はい。で、まあここの針見ると、まあ健康ですね。特別に、でも左見るとね、結構自分の意志強く、生まれながらには自分の意志強くこうやろうとしてることに努力してってるような感じですね。はい、はい、ですから、まあおとなしそうやねんけど、積極的なとこあるから、あと資格を、もう必ず資格生かした仕事がいいかなとは思います。はい、な感じで、金銭的なものはそれ気になる。気になります。だけど、まあ不自由はしてないみたいやけど、今のとこ不自由はしてないみたいやけども、でも無駄な出費まで行ってないのでね。そうですかね、うん、はい、無駄な出費まで行ってないし、図の線の、もうちょっと金銭感覚取った方がいいかなっていう感じですね。考えます。
そんな感じですよ。だからお宅のいいのはここ、この太陽線がここから出てるから、うんうん、これがこういいのと、ここに運命線から、これ薄いんやけどね、もうちょっとね濃くなってくるともっとチャンスつかむかなっていう、でなんかは、なんかしながらお金はもあのじゃあの仕事は続けていきそうです。今の仕事ですか？今っていうか今何をしてるのか知らんけど、はい、うん、やっぱりあの知識とか技術を身につけたあの仕事をしていきそうです。これから先もそういうことです。ありがとうございます。あと一つだけ、はい、私は結婚できるんでしょうか？皆さんそう結婚線がここにありますから、まあ、自分で見てたら何本もあるんですけど、何本もないです、ここに。でもね、先がねちょっとこう一本綺麗にスッと通ってなくて、先がちょっと割れてるんですよ。ですから今のとこ結婚今ではないと思う。なるほど。はい、結婚線はあるけどね、左はあれですけど、だいたい結婚線、いや左はあんまり見られないです。あの一本スッと細あるだけでね、うん、あのシュッシュッとあるで、これ結婚まではいかないと思いますけど。じゃあ全然なくないですか？そんなことないですよ。あるんですこれ、うん、今年で、でも20あのこの手相ではね、ここからここまでを30ぐらいまでとして見るんです、うん、だから1本あるんですけど、先がちょっとこう割れてるからスムースにいかないなっていう感じ。ただね、さっき言ったようにちょっと薄くなってきてるな、さっき見た時よりも、うん、あ、これ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 、このこのここのとこで、まあ、結婚のチャンスか仕事のチャンスをつかむっていうので30過ぎになりますね、これやったら。そこがあります。はい、あ、よかった。絶望じゃないってことですよ。あ、よかったです。一回はしたいです。一回はしたいです。一回はしたいです。私でもね、結婚っていうのは自分から婚活しないと、今そんなにね恋愛なんてね、はい、あの昔からそうなんです。みんなあの結婚されてる方みんな恋愛結婚で結婚してないんです。あ、で恋愛結婚の方が別れてる人が多いんです。なるほど。だから婚活で、あの地味に婚活してる方がいいと思う。地味に婚活をするんですね。わかりました。恋愛やったらアバターもエクボで結婚してね、やっぱり結婚してみてアバターやったわっていう、あのこんなはずじゃなかった離婚が多いんです、あの恋愛はですね。はい、なるほど。昔からじゃあ、あんたはもう 100組あったら80ぐらいまではもう見合いか紹介ですわ、うん、そんなんで日本の男性特に恋愛ベタやから、うん、それと女の子が今強くなってるから、はいはい、わかりました。だから今少子化少子化言うけど、まず結婚しないと、うん、結婚する人を増やさないとね、減ってるんです、はい、ナポードが世の中から消えてから。なるほどね。そういうことです。わかりました。ありがとうございます。なんでって。